キャラクターセルゴーデジダスター。今回は2人とも衣装も杖も一から作成したので、ここを見てほしいです。コスネーム名古屋ルシア、作品名電信、キャラクターホタル空。私たちは彫刻に判定キャップを持つコスプレイヤーです。判定キャップ関係なくコスプレを楽しめるということを伝えたく、双子で出させていただきました。コスネームさくら、作品名バンドリ、キャラクター杉ヶ谷東子。初めてのランウェイに参加します。モルゴニカのギター担当で、今回はメイナートの衣装での参加です。コスネームイッショ、作品名メタルギアソリッド、キャラクターグレンフォックス。ヘルメットの電子筋肉造形に親切を感じました。ぜひバイカー開閉アクションにご注目ください。コスネーム星口ゆと、作品名ホロライブ、キャラクター星町水星。星町水星様のコスプレで汗かきました。水星ちゃんは今日もかわいい。コスネームトヨ、作品名イロライト、キャラクターバイパー。衣装も銃もこだわりが光ってるため、ぜひ最後まで見てください。コスネームリーマイーム、作品名魔法少女に憧れて、キャラクターアジアベーゼレオパルト。内気なベーゼを可愛く引っ張ってくれるレオパルト。夏の朝も二人が楽しい悪者に変えてしまうかも。コスネームゆずき琥珀、作品名ブルーアーカイブ、キャラクター五葉なんだ気流気境。夏といえばコスネーム、せっかくだから精一杯楽しみたいと思って思い切って応募しました。ぜひファンサブ送ってあげてくださいね。それでは3票を数えます。いきますよ、3、2、1。ありがとうございます。それでは今度はこちら僕の方ですね、こちらの皆様の方へ向いてください。それではポーズお願いいたします。いきますよ、それでは3、2、1。はい、ありがとうございます。それでは最後センターになります。センターでポーズを決めちゃってください。もちろんカメラの向こうにもポーズを取ってみてくださいね。それでは行きましょう、3、2、1。ありがとうございました。皆様に大きな拍手をお願いいたします。どうぞ皆様登壇ください。ありがとうございました。ありがとうございます。さてさて、ではフォトセッションの後はまたまたパフォーマンスに移らせていただきます。